ティボとは内蔵のハードディスクにテレビ放送を録画する家庭用デジタルビデオレコーダーの名前であり、もしくはそれを開発した企業の名前である。有料で番組表を提供し、ユーザーが予約録画できるほか、ユーザーの好みそうな番組を自動的に学習して録画する機能を持っている。ティーボとはハードウェア自体を指す場合と運営会社ティボインク、 ティボサービスというティーボの通信サービスを指す場合がある。ティボインクはシリコングラフィックス社、タイムワーナー系のフルサービスネットワークデジタルビデオシステム社出身者によって設立された。2006年初頭に日本市場に参入する予定とされていたが、2010年1月、現在もなおサービスは開始されていない。アメリカの他にニュージーランド、カナダ、 メキシコ、オーストラリア、台湾、スウェーデン、スペイン、イギリスに参入している。日本ではデジタル放送波に映像、音声信号と一緒に頂上されている EPG データを利用して無料で同等の機能が HDD レコーダーに標準装備されているサービスであるため、毎月の料金を徴収するビジネスモデルは成立が難しい。 ティボ DVR は、お気に入りのテレビ番組を逃さない、シーズンパスの録画用にスケジュールをプログラムする、電子テレビを提供する、ウィッシュリスト検索はユーザーに、タイトル、出演者、ディレクター、カテゴリー、キーワードで視聴者の興味に一致する番組を探し、録画することを可能にする。ティボは、ティボ DVR をホームネットワークにつなげると、映画とテレビ番組のダウンロード。 発展した検索、個人写真閲覧、音楽提供、オンラインスケジュールを含むサービスを提供する。t e e o は Linux をソフトベースとした t e e o ソフトウェアと会員向けダイヤルアップサービスを提供しており、ハードウェア自体はソニーやフィリップスが t e e o のライセンスを受けて相手先、ブランドによる生産により供給している。t e e o は PowerPC、または MIPS プロセッサーと MPEG-2 エンコード、デコードチップとハードディスクにより構成される。また、東芝とパイオニアは DVD-R を内蔵した機種を発売しているが、アメリカでは光ディスク媒体に記録して個人のライブラリーを作るという文化がほとんどなく、DVD-R 付きモデルは普及はしていない。アメリカでは TV のユーザ数は2006年の400万人余りをピークに加工しており、 2011年現在では200万人台になっている。理由はアメリカではせいぜい十数曲のローカル曲しか受信できない無料の地上波を受信して視聴する世帯より数百チャンネル視聴できる衛星放送やケーブルテレビなどを受信する世帯の方が特に DVR を導入するような経済的に余裕のある階層では圧倒的に多く衛星放送や ケーブルテレビの契約に、月10ドル程度の追加料金で DVR をバンドルして貸し出すことが一般的になったためと考えられる。レンタルであれば故障した時には、無償で感動品と交換してもらえ、ハードウェアを購入する初期投資も不要であり、所有にこだわらず一括先払いよりも、栗延べ後払いを好むアメリカ人の金銭感覚にも適合している。t ボも一時は、 ディレクティーと提携したモデルを販売していたが、2011年現在、提携は解消されている。同様の理由で、日本で一般的な大手家電メーカーの HDD 付き BD 録画機のような商品市場もアメリカでは皆無である。また2010年代に入り、高速インターネット接続の普及に伴い、Netflix や Hulu などのクラウド型 VOD サービスが 爆発的に普及し、低額月時費用で、稼働部分のない STB 経由で、ローカルのハードウェアの記憶容量を心配することなく、視聴できるようになり、さらには、普及型テレビジョン受蔵機に、STB の機能が内蔵されるようになっただけでなく、視聴自体も、今で、家族全員から個々人が、モバイルデバイスで楽しむライフスタイルの変化が急速に、起こった。 これに合わせ t ボもモバイルでの視聴に対応している。2016年9月には、ロービーコーポレーションによるティボの買収が完了し、申請、ティボとなった。アメリカでは、ティボが、宇宙ィボスタートレック4ォーミ o n ト g h のように動詞として使われるほど、テレビ録画を代表する商品となった。しかしティボは、登録商標から抹消されることを避けるため、 同士としての使用を抑制するよう働きかけている。T ボのレコーダーから Windows パソコンや携帯端末に映像を転送するサービス。T ボとも。ありがとうございます。